工房大師空海11最澄と空海空海が平安京の都に帰ってくるのを待っていた一人の男がいますその人は最澄です最澄は1年の留学期間を終え帰ってから留学の成果を報告しました関武天皇は最澄の持ち帰った経典のうち 天台宗には目もくれず、密教を持って帰ってきたことを高く評価しました。寒武天皇は仏教界の僧侶にに持ち帰った密教を干潮せよと命令をしました。大将は今でいう神護寺、その当時の高尾山寺で密教の干潮を行いました。その一年後、空海さんが帰ってきました。 空海の持ち帰ったご将来目録を見てその値打ちが分かったのは最長一人だけでした最長は自分が持ち帰った密教は棒系であり空海が持ち帰った密教は直系で本流であるということが分かりました空海がものすごい財宝経典を持ち帰ったので最長は悔しくて羨ましくてたまりませんでした 空海さんが帰ってきた時は桓武天皇が亡くなり平成天皇でした平成天皇は空海に太宰府にとどまれと命令しました平成天皇はわずか3年で退き新しい佐賀天皇が立ちました最澄は佐賀天皇に働きかけ佐賀天皇は空海に平安京の都に上京するように そして、高尾山寺にに住むようにと命令をしましまた。高尾山寺は今でいう神護寺です今の毘沙門堂はその当時金堂でした今の太子堂はその当時農涼房と呼ばれ空海さんはここで住みました空海さんは膨大な経典経論をまとめているところでした 経から2つの教典をを合わせた密教を伝授されました。しかしその2つがどう結びついているのか経過課長は書き残しませんでした密教とは何か他の仏教との違いは何かそれを書いて明らかにするのが文筆家でもある空海の仕事でしたそんな時空海の元を一人の人が訪ねてきました会長の弟子、ケイチンです 空海様比叡山延暦寺の西京市からの手紙を持ってまいりました空海が封を開けてみると挨拶もなしにいきなり「経典を貸してほしい」と書いてありその続きに12の経典の名前がずらずらずらっと書かれていますそれはまるで請求書伝票のようでした空海さんは目を白黒させて なんじゃこれはあまりにもひどい水知らずの人にものを頼む文章じゃないぞこんなやつに命を懸けて唐から持って帰ってきた経典を貸すわけにいかないそれに密教は経典だけで習得できるものではない経典には載せきれないものがあり師匠から直々に学ぶ必要がある 空海はそう考えて、ケイチンに言いました。京陳殿、この熱い中を高尾山までご足労いただき、大変なことでございましたね。そなたの死、最長殿にお貸しすることはできないとお伝えいただけますか。密教は経典ではなく、死から伝教されなければならない。 この返答の文をお渡しください。ペイチンは、分かりました。この文を最長寺に渡すとともに空海様のお言葉を伝えます。と言って帰りました。最長の経典を買ってほしいという申し出を断った空海。その後、最長は何度も地使いを使わしました。もし経典を貸し出して、 高尾山地から比叡山山頂の延暦寺まで運んでいる間に何かあったらどうするというのだその時で景華華章の遺言が胸に響きました「<noise> 空海さん早くふるさとに帰って密教の法を広め幸せな人を増やしなさい」経過課長は。は 初対面の私を信用して、法のすべてを私に託してくださった。それだけではない。経過過長は、海を越えて帰らねばならない私にすべてを託してくださった。高尾山から比叡山の移動をどころか、塔から帰る解路の方が危険なのに。曼荼羅から宝具、何もかもすべて、海の泡と消えてしまうかもしれないのに、匠は、 決断された。高尾山から比叡山の移動くらい何だというのだろう陛下箇所私もあなたを見習い大きな心の器となり頬を広めていきます空海は思いを改め景鎮に経典を渡し火をつけて帰るようにと声をかけました。最長と空海の二人は これからどうう。なるでしょう続きは次回どうぞお楽しみにチャンネルドアノブがお送りしました。